第一次中東戦争。第一次中東戦争。第一次中東戦争は、1948年から1949年にかけて行われたアラブ諸国とイスラエルとの戦争のこと。パレスチナ戦争とも言う。イスラエル側の故障は、独立戦争、ヘブライ語で、アラブ側の故障は、アンナクバ、大災害、アラビア語である。イスラエルは、この戦争に勝利し、 独立国としての地位を固めた。詳細は、パレスチナ問題、イギリス委任党治療パレスチナも参照。第一次世界大戦以降、パレスチナにおいては、パレスチナ人と入植してきたユダヤ人との間で、嘆きの壁事件など、散発的な衝突が発生していた。第二次世界大戦中ユダヤ人はイギリスに、ドイツ攻撃のため協力していたものの、大戦終結後に、 パレスチナにおけるユダヤ人国家建設に前向きでないイギリスに対し武力闘争を開始する。1945年後半よりパレスチナにおいてユダヤ人組織のレヒアイル軍ツバイレウミ、パルマッハによる武力闘争が活発化する。イギリスは陸軍部隊を派遣し治安維持活動を行うもののなかなか成果は上がらなかった。 そこで1946年6月29日にユダヤ人組織の一斉抗禁を行い3000名以上を逮捕した。しかしユダヤ人組織いる軍がこれに反撃し7月22日にイギリス軍司令部があるエルサレムのキングデイビットホテルを爆破するキングデイビットホテル爆破源。これにより司令部要員多数が死亡した。 このためパレスチナ統治に困難を覚えたイギリス政府は1947年1月にパレスチナ統治問題を国際連合に依頼すると発表した。国連での討議においてアメリカとソビエトがアラブ人とユダヤ人の割り統治を押したため11月29日に国連決議181号としてパレスチナ分割決議が決議された。これはパレスチナを アラブ人地域、ユダヤ人地域、国連統治地域、エルサレム周辺に3分割するものであった。しかしこの分割案は、アラブ人に対して極わずかな人口のユダヤ人に、パレスチナの3分の1以上を与えるというものであったため、アラブ人は一斉に反発した。決議の翌日より、パレスチナは事実上内戦状態となった。 決議に反発したアラブ人による襲撃、焼き打ちなどが行われ、ユダヤ人も同様に反撃した。イギリス軍はもはや治安維持能力がなく、内戦状態は放置されるままであった。この状態が手に負えなくなったイギリス軍は、1948年5月15日までに撤退することを決定した。この内戦状態を見て、アラブ側の義勇兵が各国より集まり、 1948年2月に、アミーン夫妻に嫌などが引き入るが結成され、引き入るも結成された。また、結成間もないアラブ連盟の初代事務総長に、就任したは、ユダヤ系の商店やシナゴーグの破壊などの、反ユダヤ主義行為を非難する人物で知られたが、この状況について、個人的にこれは排除の戦争となって、モンゴルの大殺戮や十字軍の戦争と並び、 称されるような危険な虐殺の戦いになると思う。ユダヤ人は我々に戦争を強いないでほしい。義勇兵はパレスチナの人口をはるかに超えると私は考えていると懸念を示し、あくまで自治権を視野に入れた一国家でのアラブ人とユダヤ人の平和的な共存を求めた。ユダヤ人側も民兵組織ハガナーを中心に招集をかけ、また海外在住の従軍経験のある、 ユダヤ人にも勧誘を行い、7万人ほどを動員した。特に従軍経験のあるユダヤ人の参加は、ユダヤ人側の軍事的能力を大いに高めた。また武器については、対戦集結直後の欧州各地より購入したり、詐欺まがいの方法で入手した。中でもイギリス軍から盗み出した。 M4 中戦車及びクロムウェル巡航戦車計6、両は砂漠での戦闘を制するための貴重な気候戦力となった。1948年3月頃より、アラブ人部隊はエルサレムを包囲し、ユダヤ人の輸送トラックを襲撃するようになった。このためアラブ人部隊とユダヤ人部隊の衝突は続き、デールや C 事件やハダサー医療従事者、 虐殺事件などの双方による虐殺事件も起きた。特に、デールやシー事件は、当地在住のアラブ人に大きな恐怖感を与え、パレスチナからの脱出、難民の発生が始まった。イギリス軍がパレスチナを撤退する1948年5月14日に、ユダヤ国民評議会は、テルアビブにおいて、イスラエル国の独立宣言を行った。そしてこの日、レバノン、 シリア、トランスヨルダン、イラク、エジプトのアラブ連盟5カ国は戦争を宣言した後にサウジアラビア、イエメン、モロッコも部隊を派遣。連合軍は翌15日にパレスチナに侵攻し第一次中東戦争が勃発した。アラブ側兵力は15万人、対してユダヤ人は民兵合計3万人という圧倒的な差であった。アラブ側の主力は アラブ軍団と呼ばれる精鋭部隊を持つヨルダン軍と市内半島から進撃するエジプト軍である。対してイスラエル側は国連によって武力保持が禁じられていたためゲリラ部隊、ハガナーがチェコスロバキアなどから密輸していた小銃などで応戦していた。5月18日にヨルダン軍がエルサレムを包囲28日には旧市街のユダヤ人防衛部隊が降伏した。 しかし、エルサレム新市街はイスラエルが保持し続け、テルアビブの指示もあり徹底抗戦を行っていた。そこへの補給をめぐり、ラテルに要塞などで激戦が行われた。結局要塞は、アラブ側が保持したものの、6月にイスラエルは迂回路を設定し、エルサレム新市街への補給に成功する。ここで、国連が停戦を呼びかける国連決議を可決。 双方はこれを受け入れ6月11日より4週間の休戦となった。この期間中にイスラエル側は部隊の再編成を行った。この時点でのイスラエル武装組織は主力のハガナーの他にシュテルにやレヒなど複数に分かれており、指揮系統が一本化されていなかった。そのためハガナーを中心にイスラエル国防軍を編成し、全武装組織の指揮系統を一本化することとした。 しかし、これに、イル軍が反発し、ついには、武器輸送船、アルタレナ号をめぐり6月21日に、イスラエル国防軍と戦闘となった。イル軍は、国防軍に制圧され、イスラエルは、指揮系統の一本化に成功した。ついで、チェコスロバキアから、アビアイイスマナス1 9 9第二次世界大戦後にチェコスロバーで製造された。 メッサーシミット BF-109 戦闘機を中心とした武器が到着し、さらに M4 中戦車もスクラップの名目で、世界中から大量に入手、再生し、反抗の準備を整えていった。アラブ側もアラブ連盟が、ヨルダンのアブドゥッター一世に、全アラブ軍最高司令官の地位を与えるも、ヨルダンの影響力を恐れた各国の思惑から、指揮系統の統一は成功しなった。 停戦終了の7月9日、イスラエル国防軍はアラブ軍に反抗を開始、戦闘が再開された。これに対し国連は再び停戦決議を可決、7月18日より第二次休戦が行われた。しかしこの停戦はすぐに小競り合いをきっかけに消滅し、全面的な戦闘が再開された。第一次停戦期間中に再編成を行い軍備を、 強化したイスラエル軍は強力であり、アラブ側を各地で撃破していった。特に中古戦闘機によって、制空権が確保されたが、パイロットは、第二次世界大戦で、米軍や英軍として戦った経験を生かした。しかし、9月17日に、スウェーデン籍十字総裁のフォルケ・ベルナドッテが、エルサレムで、ユダヤ人組織、シュテルンに暗殺される事件があり、 国際世論がイスラエルに厳しくなる面もあった。1948年12月にイスラエル軍は南部ネゲブ砂漠で攻勢に出て一時シナイ半島に侵攻したが、ここでエジプトを影響権としていたイギリスの警告を受けてそこより撤退した。1949年1月から戦争に疲弊した各国は停戦交渉を開始し2月23日に イスラエルとエジプトの停戦協定が結ばれたのを、はじめとして7月までに各国と停戦協定が結ばれた。パレスチナ地域のうち大部分をイスラエルが獲得したが、停戦時にエジプト軍が保持していたガザ地区はエジプト領になり、ヨルダン軍が保持していたエルサレム級市街を含むヨルダン川西岸地は12月に部分的なパレスチナ人の賛同と、 トランスヨルダン議会の決議によりトランスヨルダン領に編入され国名をヨルダンハシミテ王国に変更したこの時確定した国境線はグリーンラインと呼ばれ現在もイスラエルとその占領地との境界線として国際的に認知されている聖地エルサレムは旧市街を含む東部をヨルダン旧市街を含まない西部をイスラエルが領有して 中間を国連が監視する非武装中立地帯とした。しかし、ユダヤの聖地はヨルダン統治下であった東側の旧市街にあり、嘆きの壁へ巡礼することができなくなった、正統派ユダヤ教徒の不満は募った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。